おはようございます。ただいまの時間が4時半です。さあ外はどんな感じかというと、こんな感じで晴れてます。台風一過の青空が広がってます。すごいです。荷物がもう広がってます。もう必要ない荷物は宅急便で送りますんで、荷物整理をしましょう。はい、それじゃあ出かけましょうかね。よし、準備しましょう。来た。はい、さあ行きますよ。荷物が少なくて、あ、すごい軽い。軽いな。キャンプ用品ともう衣類とかそういうのはもう必要ないんで、宅急便で送っちゃいました。で、釧路駅の前を通過します。はい、釧路駅です。あ、はい、おはようございます。ザムザです。今釧路のねホテルを出て、こんな感じです。快晴です。台風一過の青空。台風というか温帯低気圧に変わったんですけども、次でですね帯広なんですよね。ただ帯広なんてもう近いんでね、すぐに着いちゃうんですよ。だからまあ今日まあ十勝の方いろいろあるんでね、そこぐるっと回って、それで、最終的に帯広のホテルに行きたいと思っております。だからね、まあまあゆっくりのんびり行きますよ。それこそ本別のね浮船さんとかも行きたいもんね。昨日釧路のホテルに着いて、またね湿布を貼ってもらいたかったんですよ。それで机見たらね、マッサージ30分3000円って書いてあったんですよ。マッサージしてもらって湿布貼ってもらいました。おかげさまで今のとこ、うん、腕もこう上がるしね。ただちょっとやっぱくしゃみするとズキッときますけどね。でも今のとこまあまあ全然倍旅に支障があるわけではないんで、まあ痛いですけど大丈夫です。まあそのマッサージの人も言ってたけど、骨折して病院とか行かないでよかったですって、もう本当にその通りなんだけどね。こうやって旅続けられるのも幸せもんですよ。はい、ということです。いやー、いい天気だ本当に。こうやって泊まるでしょ。泊まると日差しが強いから暑いんですよ。でも風が冷たいから走ってると寒くなってくるっていうね、この温度調節が難しいですね。今国道38号線を走っております。トラックの後ろです。西へ行けば行くほど天気が良くなってる感じですね。おー、海だ。あー、やっぱりちょっと白波立ってますね。潮風がねこのレンズを曇らせるんですよね。おー、ザまっすぐな道。お、いた、ライダー頑張って。はい、白糠町に入りました。白糠町です。ちょっと道の駅寄って水分補給をして、あとはちょっとやっぱり上を着よう。寒い、やっぱり。じゃあここで一回止まって、はい、道の駅ですね。ここのね、ブー丼豚とねうなぎがね重なってる、これうまかったですよね。ブー丼。はい、じゃあ行きます。お、海鳥ですか。すごいな、すごい数だなこれ。うわうわ、ヒッチコックの鳥みたい。海岸沿い走ってるって感じだね。饒舌です。饒舌です。もう天気いいとテンション高いです。風もなく穏やかで快晴っていうのは今年初めて。すごい走りやすい朝から。ああ、もうあと今日明日なんだ。2日間か、あと北海道も。早いね。終わってみるとあっという間なんだよね。そしてなんかこうやり残したこと、いわゆる宿題が残るんだよね。また来年行くこう目的ができちゃうんだよね。だから北海道毎年来てんだよね。はい、釧路市にもう一回入りました。釧路市と釧路町があるからね。釧路村だっけ。あ、これね、これほら倒壊しちゃってる。すごいよね。ちょっと寄ってみるか。ここね前回来てすごい気になったんだよね。ここ全部廃墟で、ここなんかもう完全に潰れてんだよ。あ、パシクルのとこなんだ。あー、はいはい。あー、キャンプやってるわ。そうそうそう、ここねパシクルの湖畔で、
パシクル湖畔でねキャンプできんですよ。そこだったんだね。この前通り過ぎたんで、これ パシクルのあのキャンプ適地っていうとこなんですよ。で昔はここドライブインかなんかだったんだよね。その自動販売機だって多分やってないんだろうね。ちょっとね気になったんで寄ってみました。店やってんのかな。ちょっと砂利道入ってみましょうか。あ、ここはちょっと砂地だからやめとくか。裏道ですね。わあ、水たまりすごいわ。あ、なんかそこでキャンプやってる人もいるね。キャンプできそうだけど怖いよね。廃墟ばっかだもんね。まだ新しい廃墟だね。パシクルの廃墟群でした。まあこれも北海道の一つの顔ですね。ちょっとレンズ拭いとくか。これで大丈夫かな。これで大丈夫。帯広まで77キロ。まともに行ったら帯広8時に着いちゃうってことだね。まあまともには行かないけど。開くんだ。へえ。年貢を入れてください。紙コップとかもあるし、掲示板になってて、あ、なんか、ね、寝床みたいなのもあります。面白いね。旅人さんのメッセージとか。雨の中あった。立ち寄りました。雨宿り室内メロンの香りがアグアシア。すごいね、いろんなメッセージ書いてるね。誰かが電気シェーバーを忘れてたみたいで置いてありますね。民の思い出ノートってのがありますね。英語でも書いてあるから外人さんも来てるからね。じゃあここにちょっと書かせてみる。すごいよねこれ。一人ちょうど寝袋で寝れるスペースっつうのがこれがいいですね。で掲示板がある。すごいです。こういうの好き。こういうの北海道らしくて好き。はい、ありがとうございました。偶然見つけました。面白いなと思って。これセローだからね、ちょっと寄ろうと思ったよね。ストグラじゃ寄らないね。通り過ぎちゃうね。浦幌町に入りました。浦幌町です。ちょうど釧路市と浦幌町の境目のところだったね。ここら辺でちょっと道が変わるんじゃないの。ああ、やっぱそうだ。ああ、よかった。通り過ぎちゃうとこだったぜ。ここを曲がるんだね。昔の北海道の感じだよね。ライダーハウスのもっとこじんまりした感じだもんね。ああいうのあるとなんか嬉しくなっちゃうね。まだなんか北海道のその昔の北海道のこう心意気というか感じられて、すごく嬉しくなっちゃいました。だから旅人に愛されんだよ、やっぱり北海道ってさ。他の土地もそうなのかもしんないけれども、北海道来るとああいうのがあるとね、もうなんか昔を思い出して嬉しくなっちゃった。何回も感動して。偶然見つけた割には良かったです。偶然見つけたからなおさらいいのかもしれないね、あそこね。はい、海沿いですね。おー、おー、すごい、海が近い。ちゃんと映ってるかな。レンズちょっと見ましょう。この道は天気良ければいいね。さあ行きましょう。朝もやって、もやがかかってるっていう感じ。素晴らしい景色で感動しながらガソリンの残量が気になっているという。あ、これか。あ、びっくりした。通行止めになってるのかな。昆布狩石展望台、黄金の滝。あ、こっからもうダートだね。はい、以前ロードキングで昔泣き泣き通った記憶がありますね。さあ行きましょう。ゆっくりね、ゆっくりですよ。オンロードでも行けるレベルだと思います。ただね、もうそれも行ったのはもう相当昔なんで、
その後ね、この道がどうなってるかちょっとわからないんでね、また調子に乗って飛ばしてね、とんでもないことになるんで嫌ですからね。これ上りだからいいね、青空も映しながら行けるから。こうだもん。うわちょっと待って、これちょっと待って待って、ここちょっとがれてるよ。うわおうおうおお、先ほどオンロードでも大丈夫ですとか言いましたけど、ダメですね、オンロードじゃ。ここもがれてるよ。おお、さあそれで展望台って書いてあるところが、あそれだそれです。ただそれだけなんだけどね、これだけのことなんだけど、一応写真撮っておきましょう。あーこれいいね、全然普通に走れます。ちょっとここで撮っとくか。いやーいい景色だよ。あこれが黄金の滝のとこなのな。大したことないね、黄金の滝行きません。あーでもまた登るんだ。波打っちゃってる。パラグライダーとか、ここでパラグライダーやるんだ。あ面白かったです。おおすごい、こっち行っちゃう。よっよっ、 OK。 ガソリンスタンドちょっと考えないとダメだよ。17キロの裏幌のガソリンスタンドが近いらしいんで、そこで給油します。で裏幌だったらおっぱい神社あるんで、あとバイク神社ね、そこでまた交通安全祈願しときましょう。とりあえず今日は終始景色がいいわね。まず給油です。給油してからですね。今日はテント設営しないでもいいし、それこそもう日が暮れるまで走ってたっていうわけです。あとお腹も空いてきたな。朝日堂のアメリカンドーナツか、久々に。なんたって身軽っていうのがいいよ。まだまだまっすぐの道行きたいことは山々だが、ここを曲がるらしいです。寄り道してたらガソリンなくなっちゃうから、まず給油ですよ。給油あと 7.5 キロ。すごいな、後ろのトラックもう波打っちゃって。はい、裏幌の町が見えてきたのかな。これでまっすぐ行けるのか。またウインカー出しっぱなしだったか。もうウインカー出しっぱなしの嵐。このまっすぐ行ったとこらしいんですけど、あ立ってた北連、あやってる。よしここでフラッグをもらいましょう。まず給油で、もう一度グリーンフラッグゲットしました。あのどこだっけ、別海で吹っ飛ばしたグリーンフラッグゲットしました。はい、じゃあ裏幌神社行って交通安全祈願しましょう。ここら辺近く来たら必ず寄るという裏幌神社ですね。はい、裏幌神社駐車場ってありますね。だからそっち行って意味はこっちですね。人がいたか。でちょっと話して撮ろうかな。こういう感じにしとこうかな。はい、裏幌神社で交通安全祈願しときました。ここら辺おっぱい神社って書いてない？おっぱい神社って書いてあるの写真撮りたいんだけどな。これから行く場所はですね、ダート道とか林道とかそんなもんじゃなくて、単なる砂利道です。セロが納車されて、その後北海道これで行こうってもう計画してるんですけれども、その時にですね、じゃあまあ初心者でも行ける、まあ超簡単な砂利道ないかなーってこう探した時に、まっすぐで道幅広くて、それで比較的
こうフラットなダート道を見つけたんですね。ここだったら走れる、安全で走れるだろうと思った道が今から走ろうとする道なんですね。でそうするとね、春に入れの木のところまで出れるんで、それ出たら朝日堂のアメリカンドーナツを買って食べると。はい、ここです。あ、ここまだ砂利道じゃないんだけど、下行った方がいいのかな、こっちの方がいいのかな、これでいいと思うんだけど、ここがね砂利道になるはずなんですよ。おー、いいね。あ、でもやっぱ高台でこっち走ってた方がいいかもしれない。あ、下がいいね。あ、下の砂利道いいの。あ、そっからか。まだ先か。あれ、なんか終わっちゃう？もうこれいつになったら砂利道になるんだ。全然砂利道にならないぞ。開けたんでちょっと写真撮りましょうか。だってあれ春に入れの木のやつだもんね。あら、そっかい。そっか、舗装されたか。そっか、舗装されちゃってたか。春に入れの木は立ち入り禁止になってるしね。前ね、こっちから先が舗装されてないでダート道だったんだよね。今も完全舗装されて、でしかも春に入れの木が近くまで行けない状態になってました。さあ、朝日堂行ってアメリカンドーナツ食おう。まあ今日は天気がいいからどこで写真撮っても絵になるよね、そりゃね。あと他に2つほどストリートビューで見つけて初心者でも行けそうな道あるなと思ったのがあるんで、そこちょっと行ってみたいと思います。多分もう GPS の方も大丈夫だと思うんだけどな。はい、ここを右に回り、今日は暑い、暑いな。止まってるとこ信号待ちの時暑いね。うわー、いつまで経ってもトラックいるわ。やっぱ帯広の方面は暑いんだね。道道597号線です。林道行くには道道なんだよね。国道からいきなり林道になることって少ないからね。もう今日は絶対晴れでしょ。ずっと雨降ることはないっしょ。カッパももう完全にサイドバックにしまっちゃってもいいかもしれないね。あれ、浦幌町に入りました。あれ、浦幌町じゃなかったよ。さっきは何だったの。うわー、いいね。そうだよ、これだよ。ここからですね。 OK、 はい、ゆっくり行きます。あ、結構がれてる。あ、立っていくか。ちょっとがれ道でしたね。まあでも普通の砂利道ですよ。普通の砂利道。下りのブレーキ使えない場合はどうしたらいいんだ。本当に慎重慎重にだよね。はい、上り坂はスタンディングできます。お、車がいますね。車がいると若干安心感がある。何かあった時に助けてもらおうと思うから。行けってか。もうでもこれ鶴見峠に比べたら全然。お、水たまり。おかげはちょっとあれだね、あのサングラスしてると分かりづらいね。穴ぼこが開いてなきゃいけないけどね。でもなんかでひっくり返っても後ろから車来てるから起こしてもらいましょう。リア滑った時のリカバリーの資格は分かんないもんな。はい、ここまで来ました。さあ、でここからどうすればいいんだ。はい、ここまで来たのはいいけど、その後どうすればいいんだ。まあ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 、普通のダート道。多分ね、今のお腹の状態だったら全然浮き船のニンニクやガンガン食べれそうな感じだけど、うまいからね。もう全然普通に食べれちゃうからね。ほら、本別方面行っちゃうからね。
本別寄って足尾寄ってとか、あートンネル内涼しい、ああいう小屋ってあるよね。牛舎、しかし前後誰も走ってないっていうのがいいね。道道56号線だそうです。道道56号線です。